ベルザー家紋章バルトロメウス・ベルザー・ベルザー家は、フッカー家と並ぶ中世ヨーロッパの大富豪の一族、アウクスブルクで栄えた。1473年、ルーカス・ベルザーは二人の弟たちと、商事会社を設立した。彼のコアントンは、妻の実家、フェイリン家と結んで1498年に、ベルザー・フェイリン商会を設立した。ポルトガル、スペイン。 イタリアとの商品取引及びハプスブルク系の高利貸し付けによって恐怖を得た。特にリスボン支店を中心に外国貿易の特権を獲得し1505年の東インド公会には総額の半分以上を出資した。1517年、アントンの弟やコップはニュルンベルクに新会社を設立してニュルンベルクのベルザー家を開いたが、これは 商品取引を主要業務として19世紀まで存続した。アントンの死後、1518年からバルトロメウスが継ぎ、有名なベネズエラ植民計画を企てて失敗した。1532年に貴族に劣せられた頃から、氷貸し付けに重点を移し、ハプスブルクとフランスブルボン家の間を立ち回って、安泰を求めたが、ならなかった。シュマルカルデン戦争以後、 膨大な貸付金が回収不能となり、大打撃を受けた。バルトロメウスの後を継いだマルクスは、一時帝国貨幣、鋳造管理官に就任したが、経営は回復せず、1614年の彼の死の、翌日、破産宣告を受けた。ベルザー家のフィリピーネ・ベルザーは、ハプスブルク家の大公フェルディナント2世と結婚する。商人の娘とハプスブルク家の大公との結婚は、 既選結婚だとして、フェルディナント2世の兄弟たちは、もう反対したが、父フェルディナント1世からは黙認された。ありがとうございます。